しいです。お願いします。県に行ったりいろんな町に行ったりしてたくさんライブをしています。私たちは中高生がメイン、中高生で結成されたグループで、最初は9人で活動してたんですけど、4人が卒業して5人体制として、私たちは日々毎日練習して頑張っています。曲もたくさんリリースしてね、今活動が盛り上がっています。頻繁っていうでしょ、頻繁にいろんなところで頻繁に活動を行っています。ありがとうございます。福島県だけじゃなくて、その県外に行ったりとか、もう最近遠くにね、私たちも行くようになって、移動中の車も恋バナで盛り上がったり中高生ならではの感じで、はい、女子しかいないからねたくさん盛り上がって、みんなね、学校とかもバラバラだし、みんなそれぞれ環境が違うからこそ話せるトークだったりとか、皆さん今皆さん私たちの目の前には大人の方が立っていますが、大人の方に負けないぐらい元気をこれからパフォーマンスしていくので、ぜひ皆さん楽しんでいってください。お願いします。
これで急に現れた5人でみんな誰が誰だか分かんないと思うので、これから少し自己紹介したいと思います。とまず私は今日の朝うどんを食べてきたので元気もりもりです。高校2年生のリオンです。好きな魚料理は海鮮丼です。イエーイ、お願いします。はい、と私は今日の朝ごはんは炊き込みご飯を食べたんですけど洋食派です。中学3年生のマイです。よろしくお願いします。イエーイ。好きな魚料理はアジのたたきです。よろしくお願いします。はい、レナです。今日の朝ごはんはセブンのチョココロネを食べてきました。中学1年生のレナです。好きな海鮮、魚料理はサーモンです。あ、いいね。はい、お願いします。はい、中学3年生の朝ごはん朝ごはんね。朝ごはんは、メロンパンを食べてきました。好きな魚料理は鮎の塩焼きです。よろしくお願いします。名前は朝ごはんメイです。よろしくお願いします。お願いします。今日の朝はメイクで夢中で朝ごはん食べてくるの忘れてしまって、途中で寄ったセブンで初めて見たチョコ棒っていうパンを食べてきました。高校1年生のユミです。好きな魚料理はサーモンとイクラ丼です。イクラ丼です。お願いします。お願いします。今日滑舌回ってないんだよ。大丈夫大丈夫大丈夫。これからこれから。あ、そう歌ってからの完璧。よし、歌う時のために食べてるから。そう次の曲は一番最新のセブンビーチという曲になっているんですけど、この曲はのいわきならではの菜の花をイメージした曲で、菜の花を自転車でサイクリングするという意味が込められていて、夏にとてもぴったりな曲で、今まだね夏みたいにまだ暑いと思うので、ぜひこの曲を聴いて涼しくなってみてください。前回はこのセブンビーチで このパーティーパーティーでセブンビーチを披露したんですけど、前回は振りがなかったということで、今回は皆さんに振りをお披露目することができるので、ぜひそこにも注目してみてください。それで行きましょう、セブンビーチ。30度超えの風
とうございます。ありがとうございます。この楽曲振りができたばっかりで、初めて皆さんの前のパフォーマンスしたんですけど、いかがだったですか？ちなみになんですけど、最初と最後の方にこういうポーズをしたと思うんですけど、なんだかわかりますか？皆さん何に見えますか？これ形、ちょっと聞いてみようかな。形だよ、形。セブン。おお、そうなんですよ。セブンビーチとあるぐらいなので、セブンという形をモチーフにして作りました。いわき七浜の7のセブンです。そう、いわきには七浜街道サイクリングロードがあって、復興をイメージしてこの曲を作ったので、知らない人もぜひいわき七浜と調べてどんなところなのか見てみてください。まあ、これでね、曲にも振りにも意味があることが分かりました。曲中にね、何回もこれ以外の七とかこれとかね、出てきたりするので、振りにも意味があるよっていう。だから次私たちのパフォーマンスを見るときには、こういうポーズとかこういうポーズとかぜひ注目して、またこの楽曲を楽しんでもらえたらなって思います。お願いします。お願いします。お願いします。あともう一つなんですけど、皆さんお気づきだと思うんですね、私たち今までの2曲全部裏の方でも声が入ってたんですよ。声が入ってたんですよ。録音した、レコーディングした声も流して、私たちも歌って今までの2曲をやってたんですね。でもさっき私たちのプロデューサーさんから、次あともう2曲披露するんですけど、その2曲はレコーディングした声を抜いて、本当に楽曲だけで私たちの、つまり生歌を披露したいと思うんですが、皆さん私たちの裏のレコーディングの音声なしの生歌だけの楽曲聞きたいですか？ありがとうございます。ということで、ここからは私たちの生歌裏の声が入ってないバージョンでお届けしますので、ぜひ楽しんで、もっともっと楽しんでいってください。はいはい。はい、続いての曲はですね、私たちの楽曲の中でも応援ソングとなっています。私たちこの曲は次の年度に向けて入学式だったり進学する人たちに向けての応援ソングとして作られた曲となっています。歌詞の中にも皆さんの背中を押すようなことがたくさん込められていますので、ぜひ皆さんも今何かに挑戦したいだとか、ちょっと立ち止まってしまっている場合があったりしましたら、この曲を聴いて少しでも皆さんの背中を押せるような、きっかけになればと思いますので、ぜひ聴いてダンスも見て楽しんでいってください。それでは行きましょう。 Moving on。Oh my god。
曲は私たちの気持ちだけでなくて、この歌とかダンスにもすごい注目する部分がたくさんあるので、この1回じゃよく分かんなかったなって人も各音楽サイトで聴けるので、ムービングオン MWZ と調べてぜひたくさん聴いてプレイリストに入れてください。お願いします。お願いします。ここまで披露した曲以外にもですね、サリダなど、アイシャインとか今日パフォーマンスしてない楽曲も MV とか出てるし、音楽サイトでも聴けるし、あと最初に披露したピクチャーはカラオケでも歌えるので、でも限られてる、ダムに限られてるんですけど、カラオケ行ったらダムにしてくださいって言って、これを歌うためだけにカラオケ皆さん行ってください。俺は歌ってきた全員分、全員分一人で、一人で歌ったの。バッカきついバッカきついマジで友達と一緒に行ってほしい。そう、5人で歌ってあるので5人1人で歌うとマジで本当にあーってなるので、やせば何回も取りに行く、そうだね足りなくなっちゃうので、皆さんぜひお友達とか知り合いの方とか行って歌ってください。ぜひぜひお願いします。お願いします。お願いします。そして次は私たちのライブまた見る機会がある時までに、今日歌ったピクチャーセブンビーチムービングオン歌詞を覚えて皆さん乗れるようにして、また私たちのライブに遊びに来てください。行きます行きます。歌詞行きます。じゃあこれは私たちからの宿題ということで先生いる次来た時にあれ覚えてますかって聞いた時にちょっと覚えてなかったらちょっと退場退場はダメ。補習でずっと目の前で私たちが歌うので永遠に歌うので歌えるまで帰れませんということで、皆さんいいですか。イエーイ大丈夫ですか。はい、ご自信満々じゃあ期待ということで、次に私たち3曲パフォーマンスしたんですが、次でラストとなります。もっと欲しいので、もう一回私たち3曲パフォーマンスしたんですが、次でラストとなります。ありがとうございます。嬉しい私たち3曲歌とダンスとラップでパフォーマンスしたんですが、次は私たちがライブのたびに絶対に歌う曲をパフォーマンスしたいと思います。私たち最初に紹介があった通り福島県いわき市で活動しているんですが、みんな5人全員がいわき市が地元で、地元をもっともっといろんなところに PR したいと思いこの活動を始めました。ここにいる皆さんも地元がバラバラで、ここ水戸が地元の人もいればもうちょっと離れたところが地元の人もいると思うんですが、みんな変わらず地元が大好きというのは共通なことであって、私たちはそれ以上にいわき市を愛しています。皆さん地元にはどんな思い出がありますか。子供の頃の思い出とかちょっと聞いていいですか。いいですよじゃあ地元の思い出はどんなのがありますか。思い出とか今すごい過疎地になっちゃってるんで、なんとか盛り上げたいなと思ってます。素晴らしい。その過疎っていう言葉があったんですけど、私たちが住んでる福島県いわき市は11年前に東日本大震災があり、大変な思いをした人がたくさんいます。そして私たちも震災の時には生まれていたんですけど、まだめっちゃちっちゃくてあんまり記憶がないんですが、10月15日に浪江で浪フェスというお祭りが開催されるんですが、それは私たちのプロデューサーさんメヒカルボーイズさんが主催となって行われるイベントなんですが、クラウドファンディングも今行われていて、皆さんてかたくさんの人のおかげで目標の額が達成したんですが、
まだまだ皆さんにもっと協力してもらいたいと思うので、ぜひインスタから飛べるのかな、インスタとかネット SNS とかネットで調べれば出てくるので、ナミフェスト調べてぜひ皆さんのご協力よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして10月15日皆さん入場無料のお祭りとなっていて、たくさんのパフォーマンスとかステージイベントとか屋台とかゲームとか盛り上がれるのがたくさんあるので、気になった方はぜひ来てください。そして私たちもパフォーマンスライブあるので、もう一回来て、さっき言った宿題宿題をやりに来てくれてもいいよ、いいよってことでそしてちょっとお話がずれちゃったんですが、私たち地元をもっともっと盛り上げていきますので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。お願いします。そして本日は限られた時間ではありましたが、皆さん遊びに来て皆さん遊びに来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。そしてここ2回目パフォーマンスさせてくださり本当にありがとうございました。ありがとうございました。ラスト1曲ですが、皆さん右手を上げて盛り上がっていきましょう。ライフタイムトレジャー、盛り上がっていきましょう。